それで、よう、同志は元タミルタイガーだってのを知った。次はこの家か。入れるのか、このまま、この格好で。よう。今度ここに来たら、穏便には済まさないぜ。ごめんなさいね。よし、次は一番最初にやったどれやっけ、これか。あれ、ここ、あそこに行かなきゃか。地下室の鍵。中におるやん。これさ、もう直接こいつどついたあかんの。とりあえずあいつが出ていくのを待つしかないよな。直接どつくことも可能やけど。いや、もう俺はしびれ切らした。この野郎。彼が蝦夷を、おじゃさ、元モサドの尋問を、この野郎、スキルが今必要とされているようね。いいな。現地に来たが、局に報告するようなことはない。エズラバーグの死亡を確認。直接ターゲットを狙う男47です。暗殺もクソもない。現地に着いたが、見たところクリアだ。タバコ休憩に戻るよ、オーバー。どうした、チキン野郎のマクフライ。現在地からは特に報告することはない、オーバー。おい、お前、死体を張って、黙って、怒りてやがる。やばい、バレてしまった。ここがお前の墓場だ。やれ、ルテ。よし、こちらログマン、撃つ、要求する。行け、繰り返す、声援は異常だし。無理でした。やっぱ直接狙うことは不可能っていうのが分かったから。ほら、ちくしょう、なんだ、かわいい。ほら、間違えた、間違えた。やばい。エズラバーグの死亡を確認。上出来よ47。さよなら。勝負、やっぱり直接狙ってしまった。ここ不法侵入、危ね。それで、お、新しいアプローチ。考えた試験だが、残酷だと思わないか。俺はめめしいタイプじゃないが、やりすぎな気がするんだ。あいつは覚悟の上さ。グレイブスのようにくら替えをするやつがよそですぐ受け入れられるとは思うな。だから試すんだよ。ああ、そうだな。しかし、あいつのインターポールとしての過去を利用するのはどうなんだ。とにかく、あの技師がちゃんと演じてくれればいいが。
あの女はもともと敵だったんだ。同情なんてしないぜ。義士はバッジを持ってるから問題ないはずだよな。はあ、テントの近くでバッジを見せてもらったぜ。セリフのリハーサルもしていたな。あいつは結構本気みたいだ。うまくいくだろう。あの女が引っかかってくれれば面白くなりそうだ。まあどこまでいけるかだな。俺たちに消えるよう命令してきたら、その時はあいつのイニシャルを刻んだ弾をぶち込んでやる。これか。そうだな。ショーン・ローズがペネロペ・グレイプスのことを試そうとしているらしい。手を貸してみてはいかが。ペネロペ・グレイプスって言いづらいな。彼はグループに参入したばかりなので、ローズの彼女の意思を試そうとしているみたい。ローズは仲間の一人にインターポールのエージェントのふりをさせるらしい。彼女にインターポールのバッジを見せてからオスイ池まで連れて行き、そこで仲間たちを裏切るように彼女に頼む流れみたい。あなたがやってみたらやりましょうか。インターポールのバッジを盗め。さあさ、もうこの47特殊能力発動やからな。やばい。ここか。え、あいつ倒さな盗まれへんやろ。周りにはいっぱい人がおる。こいつが一人になるまで待つか。いや、なりそうもねえ。とりあえずアンズ拾っとこ。アンズ拾っとこ。どっかのタイミングやな。いや、あいつおるやん。待て、あやもう一度やってみようか。ロシアに衛星をハイジャックされたかもしれん。ああ、オッケー、ちょっと待ってくれ。どうだ。ちょっと待機します。正確な状況報告はまだ上がってこない。一旦警戒を解くが、まだ危機は去っていないからな。毒を入れた、たぜ。これであいつが飲むのを待てばいい。試験の準備はできたか。ああ、バッジはポケットの中にあるし、セリフは暗記した。問題はないだろう。そろそろ始まりそうだ。あんたはあいつを騙されたと思うか。グレイブスは来たばかりで、俺たちの仕事を逐一見に来るんだ。あれほど気にするなら引っかかるだろう。ローズはお前にインターポール役を演じてもらい、彼女を連れ回すのはいいんだが、その後は。グレイブスをオスイチまで連れて行き、そこでローズと俺たちを裏切るよう言うんだ。あいつが俺たちを敵に回すよう試すんだ。どんな反応をするか楽しみだな。周りの奴らに俺を撃つよう頼むか、それとも何もかも諦めるか。大きな決断になるな。もしあいつが引っかかったら。その時はローズが彼女を処理するだろうな。さあ飲め。飲むがよい。その仕事は俺がやる。衛星が軌道からずれたから何かか。ああ、少し待ってくれ。さっきはそれをいじってからコーヒーを飲んでたからな。さあ飲むがよい。そんな一瞬で。こちらビクターチャーリー、現場にて民間人1名死亡。そんな一瞬、口一瞬チョンってつけた瞬間に死んだで。おったおった。ペネロペグレックス、
話がしたい。あなたはどういうこと。大水地に着いたら説明しよう。俺の言う通りに。そうだぞ、俺の言う通りに動いた方がいいぞ。分かったわ、そこで会いましょう。大水地ってどこですか。向こうか。早く来ないかな。来た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 。グレイブス、密偵としてインターポールへ戻ってくるのだ。え、あなたは何者なの。どうやって私を知ったの。そんなことはどうでもいい。慎重に考えてくれ。そうだ、慎重に考えてくれ。重要な情報を我々に提供してくれるはずだ。協力してくれるなら君が犯した罪を不問にする。それでノーと言ったらどうするつもり。私が大声で護衛を呼んだら。俺ならそんなことはしない。無事では済まないだろう。君には考える時間を少しだけ与えよう。どこ行くんや。どうしてインターポールがここに。ゲメーデリオンの空港から出た。パスポートはデルガドから提供されたけど。殺害できるけど、あいつ、あいつが見てない。今だ。空港で。えい、さよなら。これで標的は全員始末できたわ。さあ、浮かび上がってこない。そこなし沼だったようだ。シェルターに潜入する。あそこか、シェルター。この格好で入れんのかな。入れれない。あ、でも俺の顔してるやつも結構おるな。あいつだよ、エズラバーグが尋問室で縛り上げた。鍵を開ける。どこだ。敵の連絡役の一人さ。やば。よし、はいはいはい、おやすみ。これほんまこれやってんな。まあいっか。47シェルターは生体認証式の顔も付けられているわ。ショーン・ローズの死体か彼だと思わせられる何かが必要よ。これか。どうしたらいいのこれ。どうも兵士さん。どうもどうも。上行ってみるか。下、多分下何にもないよな。 3D プリンター。やつらは最先端の 3D プリンターを導入してるみたい。これで精巧な顔のマスクを作成し、潜入ミッションなど使用するでしょう。ここにいる傭兵の話によれば、ハッカーの一人がショーン・ローズの生体データをラップトップ内に保管している。すげえ。そこの人。警備員はどこだ。こいつを何とかしてくれ。よよ。スリープリンター。あんた誰だよ。スリープリンター起動。知り合いか。おい、
ゴリ押しだ。お前本当にその人を殺す気だったな。野郎の間抜けな頭を落としてやれ。こちらも姿を確認できず。よし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 、急げ急げ、スキャン完了。潜入。この部屋は何かしら。誰もいない。ローズは神のクライアントじゃなかった。これで分かったわね。ローキン47です。この傭兵どもを逃がした黒幕がいるのよ。調べて47。何これすげえ。敵は近いわ。調べる。相関図。相関図。各界の大物ばかり。知っている顔も。トーマス・クロス、クラウス・ストランドバーグ、エーテル。俺が倒してきたやつも。失踪した頭取の友人コブも。なるほどね。プロビデンスという名が。まさか、そんな、ありえない。見えざる手か。ただの作り話かと。あれは単なる仮説よ。一部の権力者たちが結託して大企業や政界を牛耳り、密かに世界を意のままに動かしている。実在するのかも。続けて47、全てを暴くわよ。ちょっと俺にも分かりやすく説明してほしかった。俺は何も分からない。よく調べたものだ。日付を見て。早本。うわ、サムライヤーかっこいい。ダルバーデ。影のクライアントは10年以上あなたを追って。早本なのか。不可能よ。事件はどれも迷宮入りか自己扱い。奴はパターンを探してた。手口をね。おそらく。俺も知ってる。なら対象は絞れそうね。もう訳がわからない世界だ。これはそうだす。でもそれってプロビデンスが ICA に潜入を。ソーダースが奴らのスパイだっていうの。あの男。けどガテンが行く。今回の任務も奴のご利用して決まったの。とんでもないことになってきたわ。脱出よ47。目的は果たして。脱出よ。後回しでいい。ICA の堅固な壁が崩れたのよ。まさか本当にプロビデンスが実在するなんて。上層部と話すわ。けど忘れないで47。我々も黙ってもいない。最初から最後までわからなかった。脱出だ。全然いません。こっちか。こっちから脱出できんの。ミッションから出る。かっこいい。今回も4人も排除したからね、OD7 は。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。